風が出てきましたが、暑さは一向に衰えません。スタンドには3万8000人のファンがひしめいています。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。サガン鳥栖対柏レイソルの試合をお届けいたします。解説は新藤克義さんを迎えてお送りいたします。新藤さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。まもなく選手が入場すると思われます。試合前に一言伺いましょう。新藤さん、今日の試合はいかがでしょうか？そうですね、この暑さにどう対応するかが勝負の鍵になると思います。そうですか。ここで両チームの選手入場です。明治、最近プレーに粘り強さが出てきました。今試合前の記念撮影が行われています。現在鳥栖のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして柏の先発メンバーをご覧ください。さあ、ゲームが始まります。まずは立ち上がりを注目していきましょう。画面に向かって左カット、これはカードが出るでしょう。気をつけてプレーしないといけませんよ。キッカーは東、17番をつけています。北島、5分経過。いいですよ。自分で行くか。これは笛です。やべ。さつかは10分過ぎました。松田、佐藤春彦、ファンソンホ、スローインです。一旦戻して前へ、ペースを作ります。小石、大野、味方を探す佐藤春彦、渡辺光照、佐藤春彦、ユッキサンチョ、大野、一旦下げて東、矢部、仕掛けます。前に出した、短くつないで前方へ片淵、自分で行くか。よし、前にはたいた、後ろに戻した、ファンソンホ、北内、やべ、ん？ファールじゃないのでしょうか？これはカードでしょう。クレバーなプレーを心がけてほしいですね。キッカーは東、小石、チャンス。これは狙いすぎたかもしれませんね。ゴールを割らせません。さて新藤さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？鳥栖はサイドを積極的に使うべきですね。そうですね、どうもありがとうございます。大野、
シュート、松田、うわ抜かれた、ニアサイドを狙った、打った、これはゴールキックでしょうか。ゴールを割らせません。ここまでのボール支配率は佐賀の鳥栖 54%、 柏レイソル 46%、 佐賀ボール支配率で上回っているものの得点できません。ユ・サンチョル、渡辺光輝、ファン・ソンホ、前半戦終了です。前半戦のダイジェストです。まずはこのシーン、前半1分、イエローでよく済みましたね。そしてこの場面です。前半9分、地元ですからこういう姿勢でないとサポーターも納得しないでしょうね。今のシーン別の角度から見てみましょう。前半35分、明神、相手チームのサポーターを怒らせてしまいました。続いてこのシーンです。前半37分、これはもったいない。今のプレー違う角度からご覧いただきます。さらに前半44分、これはこの後につながる動きだと思いますよ。さあもう一度見てみましょう。ここまでの途中経過をお伝えします。さあ後半戦が始まります。柏は後半攻撃を厚くするという考えで来るかもしれませんよ。攻撃を組み立て直します。北内、左へ、矢部、ユ・サンチョル、バックパス、北島、大野、相手の出方、ここからシュート、ちょっと狙いすぎたか。ゴールを割らせません。さあ新藤さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。柏は集中力が切れかかってますね。なるほど、どうもありがとうございます。松田、北島、大野、川前、高木、矢部、片淵、小石、ちょっとこれは強引だったか。直接狙った、ファン・ソンホン、高木、仕掛けます。時間的にはどうでしょう。そろそろ動いてもいいですか。だいぶペースが落ちてきましたね。矢部、北内、矢部、片淵、札川、東、味方を探す、オーム、ワン・ツー、スローインになります。ここで選手交代があります。さすがに前半飛ばしすぎたのか、応えたようですね。味方を探す、札川、ユ・サンチョル、後ろに下げます。チャンスですよ。縦へのパス、北内、スローインになります。
ロボを上げた。ヘディングシュート、それてしまった。助かりました。ここまでのボール支配率は佐賀の都市 52%、 柏レイソ 48%。 佐賀ボール支配率で上回っているものの得点できません。縦に出します。ボールを下げました。片淵、ここで両者無得点のまま試合終了です。佐賀のトス、ゴールを上げられず引き分けました。後半戦のダイジェストです。まずはこの画面から。後半10分、今日の芝は硬いのかもしれませんね。ただいまのシーン別の角度からご覧ください。そして後半19分、攻撃陣としては辛いところですね。次です。後半43分、ちょっと渋い表情です。ただいまのシーン別の角度からご覧ください。それでは新藤さん、試合について振り返っていただきましょう。ゴールを見ることができなかったのは残念ですが、守備陣は素晴らしかったですね。なるほど。前田、彼の今日の出来について一言いただけますか。はい、今日の彼は切れていましたね。はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。失礼いたしました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。